少子さんが厳選した今週の気になる話題から新作のミニ落語「ニュースモール落語」をお送りするラジオ演芸金祭亭本日の演目は「スシロー生ビール半額企画」「品切れに客落胆」ですそれではラジオ演芸金祭亭開演です えー、それでは今日も一席お付き合いを願いますがはあこんな田舎まで来て結局契約成立せずっつんだよな骨折り損のくたびれ儲けっつうのこういうこと言うんだよなはあすぐに買いたくてもさこんな田舎じゃタクシーもいないし駅までのバスが2時間に1本ってどういうことなんだよおいまあとりあえずさまあ駅まで歩こうと思ったけど もう暑くってさ、くたびれちゃったし、まう汗だくで喉が渇いてる。なんとかなえ、うあれこんなところに一軒うなぎ屋があるよ。お <laughs> 助かった。これなんか地元のうなぎとか、え出してくれんのかな川で泳いでるやつとか、意外にこれ穴場かもしんねえな。うん。ちょっと喉ろして腹ごしらえしていこうかな。ガラ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 。あれ誰もいない。ごめんください。 ごめんください,ごめんくださいは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 い、はい、いやいや申し訳ないがねうちにはねごめんはないよはい <laughs> いやいやごめんはない <laughs> あんた今「ごめんください」っつったろ <laughs> だから「ください」と言われても「ごめんなんてもなうちにはないん <laughs> いやいやそうじゃないんですよあのごめんください」って挨拶しただけなんだあああそうええー、であんた誰 MHK の集金にいや、だったらうちテレビないから、あ見てないからね。帰って帰って、ぶっ壊せーぶっ壊せいやいや、そうじゃないんですよ。そうじゃなくて、ここ、うなぎ屋さんですよね。違うよ。えうなぎ屋さんじゃないんですか表に書いてあるうちはうなぎ料理、あきんどっていうの。ああ、じゃあ、うなぎ屋さんじゃないですか。ああ、いやいや、よかった。あの、喉渇いて、お腹空いたんで入ってきたんですよ。えもしかして、 お客さんいや、そうですよ。こりゃ、失礼しました。久しぶりのお客さんなんで、いやー、それならそうと先に言ってくださいよ。いや、普通客だと思うでしょうよ。集金 <laughs> 人と思う方がおかしいですよ。これはどうも大変失礼いたしました。ね、あのー、ご注文は、あの、壁にこう、メニュー貼ってありますんで、どうぞ、あの、言ってください。何にしますえー、っとね、そうですね、じゃあ、喉乾いてる。お嬉しいな、あれ。えー 今なら生ビール半額って、嬉しいじゃないですか。あ、じゃあ、あの、あの半額のあのビールください。はい。かしこまりました。オーダー生ビールいっぱい変な親父だな、お前。<laughs> まあいいや、とりあえず、一息つこうじゃないかな。へえ、古い店だけど、うんテーブルもさ、これ丸椅子も、で、床のタイルも、なんかレトロな感じで。俺嫌いじゃないよな、こういう店。きっとな、うまいうなぎ食わしてくれるんだろうな。 お客様、あ,あの、ですあのー、誠に申し訳ございませんがご注文いただいた生ビールなんですけど品切れなんでございますよえな、ー、いですか品切れっていやあの、半額キャンペーンが大変にご好評いただいておりましてもう仕入れが追いつかなくてあのさっきあれですよね僕が久しぶりのお客さんだってあなた言ってましたよねええー じゃあその前のお客さんで品切れになったんだったら、その時に、それ僕が来るまで仕入れとけばよかったんじゃないですか。ええー、申し訳ありません。あ、そう。んじゃあビールはないんですかいやいや、あの、半額キャンペーンの生ビールはないんですが、キャンペーン外の、瓶ビ,ビールならありますよ。ああ <laughs>、そうですか。い、え、や、ー、いや、じゃあもう半額じゃなくてもいいですよ。えー、えー、じゃあその瓶ビ,ビールください。あのー、冷えたのと、 ぬるいのと、熱いの、どれがいいですか <laughs> ちょっと待ってくださいよ。日本、日本酒じゃないんだから、僕が頼んだのは。ねビールなんだから。それは、冷えたのがいいに決まってますよ。大体その、熱いのって何なんですか、熱いのって。いや、表に出しっぱなしで、直射日光をね、浴びてるやつなんですけどね。そんなのいらないですよ。じゃあ、冷たいのください。あの、お断りしておきますが、うちは、あの、瓶ビール、中瓶なんですけど、いいですよ。 冷やし賃を入れて2000円なんですけど <laughs> 高っ冷やし賃なんて取るんですか電気代が上がってるんでねああそうですかじゃあじゃあまあちなみにですよぬるいビールはいくらなんですか1980円ええー <laughs> <laughs> ね、ともとビールが高いんじゃんこれじゃついでだから聞きますけど熱いのはいくら1990円高くなってるよそれなんでぬるいのより高いんですか 自然の恵みをいっぱい受けてますからね。物はいいようだね、本当に。で、どれにしさいますいやー、まあじゃあ高いけどいいですよ。冷たいビールください。オーダー冷たいビール1本 あのすいませんお父さん大きな声で奥にオーダー通してますけど奥に誰かいるんですかいや私一人ですよ <laughs> じゃあ通すことないでしょ紛らわしいな「オーダー」っていちいち言わなくていいですからえお願いしますはいちょっと待ってくださいね、うん、取ってきますからねはい冷たいビール1本お待ち遠さまいやいやそれはいいんだけどあのコップくださいコップはコップくださいよこれビール瓶ボンと置かないでコップ りますいやいるよそりゃコップくださいよコップあのー、コップチンをコップチンえー、聞いたことないよそんなの、えー、じゃあじゃそんなのなんか払うのもったいないからいいよあのじゃあ,あの瓶ごと飲みますから別にコップはいらないんで、えー、じゃあねあとうな丼をあのうな丼なんですけどちょっと時間がかかるんですよおうな重もいそれうな丼もうな重もうなぎを使いますからうなぎはちょっと と時間かかかるんでですすよ、えー、じゃああれですか今からその生きたうなぎをさばいたりするんで時間かかるんですかいやいやいやそれならね今日中にできますけど何 <laughs> ですかその教授っつうのはえじゃああのうなぎを注文してどのぐらい待たないといけないんですかあのうちはですね 鹿児島の渋しから真空パックのかば焼きを送ってもらうんで、注文いただいて、中1日で、まあ、あさってには届くかなっていう。<laughs> おいおい、じゃあこ、この店にはうなぎはないのはい。いや、はいって、壁にうな丼、うな重、かば焼きって書いてあって、メニュー貼ってあるのに品物がないって、これ、いわゆる、あれでしょ、おとり広告ってやつじゃないの いやお客様おとり広告なんて失礼なこと言わないでくださいようちはお取り寄せ広告なんです <laughs> はいということで、えー、こんな遺跡を作ってみました <laughs> お,取お取り寄せ広告とちゅうことで、えー、だけどね、はい、あのうなぎの美味しい季節というかもう土用の牛まぎですかそうですね明日ですよね、えー、明日ですよ あと8月4日食べるでしょう食べたいですね <laughs> で、うん、ただビール2000円は嫌だからね、はい、<laughs> ということで今日の「ニュースモール落語」でした はい、あそうだそしてお知らせをさせていただけるんでしたはいいつも自分の告知を忘れるんだよね <laughs> ありがとうえっ、ー、と今度ですね8月の20日また久しぶりに、はいえー、立川小司落会一人豚ぶたバイシーズン2をやります8月20日土曜日、えー、今回も2回公演で午前の部が11時30分から午後の部が15時30分からで内容は同じなのでお好きな方に来ていただきたいと思います、えー、ゲストには今回ゴリケンさんが来てくれますので ゴリケンさんが何をやってくれるのか楽しみでございますが、えー、こちらの方お場所が福岡市美術館のミュージアムホール入場料は前入り4200円当日4700円全席指定となっております、えー、お問い合わせはシアターネットプロジェクト電話番号が「 零九二七三九の二三一八零九二七三九の二三一八ということで、えー、チケットピアローソンチケットでも、えー、販売しておりますのでぜひ八月五日土曜日、えー、ミュージアムホールでの私の落語会よろしくお願いいたします。プロデューサーはコザブロー、ディレクターはボン、AD はマイでス ワンコ好きのワンコ好きによるワンコ好きのためのスタッフもワンコだらけの尖った番組です聞くだけでワンコとの生活がもっと楽しくなるそんなワンダフルな毎日を過ごしませんか山口玲香のドッグモーニングぜひ聞いてくださいね <laughs>